「ソンジェショッて走れ」が、放送終了後も人気を集めている。出演俳優の SNS はもちろん、ビハインドや OST、挿入歌、アルバム、台本集などのコンテンツまで人気を集め、視聴者の支持を得ている。5月に韓国で放送が終了した TBN 月日ドラマ「ソンジェショッて走れ」は、生きる意志を手放した瞬間、自分を生かしてくれた有名アーティストのリュソンジェ。 病ョンウソクと彼の死に絶望した熱狂的なファンのイムソル、キム・エ・ユンが推しを生かすために時間を遡って2008年に戻るタイムスリップファンタジーロマンスだ。ソンジェショって走れ、の主な内容は、二人の主人公の双方による救いのストーリーだ。イムソルは、自分の人生の希望になってくれたリュ・ソンジェの死亡のニュースを聞いて絶望していた瞬間、2008年に戻ることになり、 リュソンジェが死なないようにするため奮闘する。リュソンジェもイムソルを救うために努力する。お互いを守ろうとする二人の純愛と切ない救いのロマンスは視聴者の心をわ掴かみにした。さらに作品をリードした二人の主演俳優と彼らを支える周囲の俳優たちの熱演は多くの視聴者をストーリーに引き込ませた。その結果ソンジェショって走れ、は連日テレビ夫は大勢一位を記録し、 ビョンウソクとキムヘユンも話題性1、2位を獲得した。ドラマのヒットにより、ビョンウソクが歌唱した OST、挿入歌の夕立ち、スッペンシャワーは、韓国の音楽配信チャートを席巻しただけでなく、米ビルボードのグローバル200、チャートにランクインし、OST アルバムも予約販売数が歴代最高を記録し、人気を博している。ソンジェショって走れ、の他にも、 ドラマやウェブ小説など、サブカルチャー界では双方の救いの物語が根強い人気を得ている。片方の一方的な救いによって人生逆転する、いわゆるシンデレラストーリーではない。双方の救いのロマンスは、片方に偏らない対等な関係性、欠落感を持っている二人がその欠望を埋める相手に出会って、完成形になる運命論的なストーリー。 自分を犠牲にしてでも相手を救おうとする切ない純愛など、ややファンタジー的だが、だからこそよりロマンチックに感じられる。最近韓国で放送が終了したチョン・ウヒ・アンド・チャン・ギヨン主演の JTBC 土日ドラマ、ヒーローではないけれど、も同様だ。同作は、並外れた能力を持っているが、誰も救えなかった男性が、ついに運命の彼女を救うファンタジーロマンスだ。 劇中、ポクフィジュ、チャンギヨンは、大大超能力を持つポク家で生まれ、幸せだった瞬間に何度も戻ることができる能力を持っている人物だ。しかし、その能力は毒となり、妻を失う苦しみを経験しなければならず、挫折したポクフィジュは、偶然自分が唯一とだヘ・チョンウヒを救える人物であることに気づき、希望を得る。一方でとダへは、 ポクフィジュが自分を救うために命を失うことを知り、彼を救おうとする。ヒーローではないけれど、はネットフリックスグローバルトップ10、非英語圏、テレビ部門の3位まで上昇し、世界的に愛された。通常、人々はドラマや映画、小説などを通じて代理満足を経験する。非現実的なストーリーだが、むしろおとぎ話のようなストーリーであればあるほど、 現実で満たされない欲望に触れ、ストーリーに引き込まれていく。双方の救いのストーリーも、そのうちの一つだと言える。